ギガ連射。さあ、今回やってくるのはこちら、クターのハンコです。もう面白そうな気配しかないね。この漢字を見た時点で面白そうな気配しかない。一応読んでいきますか。まずはあらすじ。あ、めっちゃずれてる。まあでも、えんか。こっちか？こっちかな？こっちかな？こっちですね。ちょっと、範囲が悪いんですけど。入りが悪いですけど。よしよし、読んでいこう。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、アフターファイブを目指して反抗を押しまくる脅威の無表情キャラクター。今度はテクノ障子で書類にクターが反抗をポンポン押すぞ。ネイビーがどんどん置いていく書類に、ポンポン反抗して OL さんに書類を渡していこう。渡す前に書類が吹っ飛ばされたり、色を間違って OL さんに書類を渡すとゲームオーバーだ。ほう。なんか難しそうだね。しかもそのまま下に進んでいくとゲームの遊び方が出てくるんだが、これもまたちょっと難しそうである。青い書類は、まあ、やるうちに慣れていくでしょう。やっていきます。まあ、10分ぐらいをめどにやっていきます。ちなみに今回10月始まったばかりなんで、まだランキングが、関ケットさん4ペタしかない。まあ、4ペタ超える、1位でやっていきましょう。はい。あ？え？わ かんねえな。なんだこれ。2位。とりあえずハンコ押しまくってみるか、まずは。えい。お？はい。あれ？ちょっと待って、何もわかんないな。ちょっと待って。ちょっと待って。反抗したらドラッグして書類を飛ばそうって書いてある。そういうことか。夜になった。押す、投げるみたいな。押す、投げる。投げる。左投げる。投げる。なるほどね。名前もしっかり覚えていこう。左がチーク、右がチェリー。左がチェリー、右がチーク。そういうこと？合ってる？左がチェリー、右がチーク。クターのキャラクターも覚えていこう。それは大事だから。ハンコね。ハンコ文化なくなってもいいと思うんだけど。なくならなくてもいいと思うよね。電子署名でよくね？って思うけどね。そっちの方がセキュリティ守れるような気がするけど、日本はもう何かとハンコだよね。何かとハンコ。書類の受け取りも。荷物の受け取りも何でもハンコ。どの程度よって思うよな、それでセキュリティが。本人証明はどの程度って思ったりするけどね。こういう仕事がね、なんか普通に、ハンコを押すことにそんなに意味があるのかっていう気はするけどね。ね。なんかもっとスマートなやり方あるんじゃねえのって気がするけどな。いいんじゃないでしょうか。あー、ちょっとそういうこと？そういうことなのね。押せなかったりするとこの緑のマットにハンコがつくから。日本の社会とかこう会社とかこういう感じのとこあんのかな。ひたすらハンコをこう押しまくってさ。夜だ！夜が来た！夜は、あと上がるテンションが。押したじゃん。押したじゃん、今。押したって。押したって。今、夕方ぐらい。あ、じゃあ逆なんよ。簡単そうに見て、まあまあ難しいな。でもこれ結構好きかも。こういうタイプの。クタのハンコいいね。世界記録を目指したい。世界記録どれくらいなんだろう。世界記録を目指したい。
よしよしよし。チーク。あ、だからその青いの、今チークとか言ったでしょ。そういうところ。左がチェリー、右がチーク。合ってる。左がチェリー、右がチーク。だから押せてってって。しっかり髪がこの緑のマットの上にピシッとまっすぐになった瞬間に押すんよ。そこを間違えないようにしてね。えい、よし、おい、だが押しっと、ばっさ、先走っとる。ホットスが。ホトスって言った。あっち、あと、ほとばしる、パトスが。パトバシルホトスが。えい、はい、チェリー、チェリー。シーク、チェリー、チェリー。オッケー。後ろのやつ何してんだ。チェリー。あー、だからもう青が来てる。青が来てるんよ。なかなか、なかなか。よくジミー見るところ芋場になってる。見て、見て。ハンコの種類がさ、芋場になってる。集中していけ。誰に渡すとかいらん情報を頭に入れるな。集中していけ。芋盤の力を舐めるな。もう赤上げて白上げての世界だな。えい、ちょっと早くなったよ。えい、はい、ちょっと、今のは説明不足じゃないか。ピンクのに寄せてなかったか。もういいや、今日はここまでだ。今ちょっと考えた。もう一回やろうかなと思ったけど、連打チャンスと来た。いや、もう一回やろう。いや、もう一回やろう。やらしてくれ。後ろに情報が多い。ああいう、こういう時ダメだな。できる限り静かな環境で反抗させてほしい。これどういう状況なん、実際は。実態どういう状況、そんなにハンコ押さないかんのか。連打チャンスもう一回来てほしいな。俺の連打力を見せたい。えい、おい、はい、おい、おい、30ペタ、えい、おい。これは多分ね、ここのターンを超えたら、連打からどうやって切り抜けたらいいんだ。連打したやつの書類をどこに投げればいいんだ。おー、黒、夜だ。パターン大体掴んだからね。パターン大体掴みました。えい、おい、えい、おい、はい、おい、おい、よいしょ、はい、おい、はい、左、右、左。左って言って、もう、集中していけ。これをラストにする。もう泣いても笑ってもこれがラスト。芋盤だ。勝利の芋盤が。俺のクターの右、左、どっちの手？どっちの手？左手でハンコ押すタイプの人。もうあんまりごちゃごちゃ考えるとよくないな。ハンコなくなりましたムーブをさ、30ですると思ってたらしない時もあるな。よし、超えた。本番に強いぜ。最後、ラストチャンスに強い。ラストチャンス、アザラシと呼んでくれ。呼ばなくていい。あー、やっ、くそ。まあ、あの連射超えたからいいや。今回ここまでにしましょう。面白いよ、このクターのハンコ。面白い。面白いんでね、みんなやってみてください。まだね、
10月始まったばかりなんでね、ランキング見てもね、俺とマイペンとセキケットしかいないけどね、やってみてください。ということで、クターのハンコでした。また別のクターのゲームでお会いしましょう。ほなまた。